登録完了。階級は少尉、地球連邦軍所属、特務小隊、独立混成機械化技術支援小隊、通称ギャザーロード隊の小隊長。なるほど、今回選ばれたのは君か。バイバイ小隊長、時が来ればまた会おう。 G の空で。バイタル回復。小隊長大丈夫？オデッサ作戦は始まってるんだぞ。しっかりしてください小隊長。すぐに機体を再起動して。小隊長出撃よ。 RGM79 ジム、ギャザーロード隊仕様のカスタムを大事に扱ってね。オデッサ、オデッサの激闘、鉄の嵐、鉄の嵐。ジオン軍の陸上戦艦ダベデ級陸戦艇、戻されたように感じる時間、戦場を取り巻く違和感。このオデッサ戦線で自分たちの運命を。リナ、歴史を変える何かが起きたことをギャザーロード隊小隊長だけが感じていた。各機のモニタリング開始。マーカーに従って目的地まで移動して。ステップ、ダッシュ、ジャンプ確認しろ。ブーストゲット、この先曲がり角になってるわ。警戒して。カメラ回せ、カメラ回せ。どこに敵がいるかわからないですからね。敵接近。一発そばから MS-06 サク、戦闘開始よ。ディスプレイアシスト起動。この線が敵の狙い。今はあなたよ小隊長。ロックオン、敵をロックオン。ロックオン成功。狙った敵を正面に捉えられるからね。格闘攻撃を解除するわ。特殊格闘やってみろ。特殊格闘ザッ、テリア、キュッ、うわっ、ザッ、キュッ。ザク撃破、すごい小隊長。まだ来る。小隊長打ち上げちゃって。敵無防備、敵無防備。しまった。ジャンプしてる時に打ち上げ攻撃すると叩きつけになるから、それも試してみて。ザクガー、ザクガー。2機目のザクを撃破。やるじゃない。敵機複数増援、先手必勝、先手必勝。そうね、回転攻撃ならまとめて切れる。小隊長チャンスよ。やるな。投げ切り、お見事投げ切り。2号機3号機の援護に回って。小隊長テリア、ベイアクティブ。ザク、テリア。敵モビルスーツの全滅を確認。さあどんどん進んで。人使いが荒い。小隊長も大変だな。幼馴染みだって。戦場なんだから手心は加えないからね。情報の崖に敵機、狙え、ロックオン狙え。ロックオン対象は切り替えられるわ。やってみて。はい、ビームスプレーガンのセーフティーを解除。崖の敵を片付けて。ジャンプしながら撃つと当てやすいからね。肝心な時に。くそ、まだか。そ
ことだな。肝心な時に増援か。サブ兵装を使います。3号機突っ込みすぎないで。小隊長、援護を。ヘイト集中、ヘイト集中。サブ兵装はリロードに時間がかかるからね。目的地マーカー更新。いよいよね。先行しすぎたか。友軍の姿が。まるで私たちしかいないみたいな。前方ジオンの陸上戦艦ダムだよ。敵が多い。ガードを使って機体を守って、援軍が来るまで持たせないと。あれ、友軍機の反応がない。まさか全滅。小隊長、撤退を。囲まれてる。無理、撤退無理。こりゃ覚悟を決めるしかない。みんなリペアキットで応急処置を。敵の包囲を切り崩さないと。まだやれるぞ。上からもバンバン撃ってくる。ロックオン、射撃しろ。ロックオン。打ち上げ攻撃、回転攻撃、サブ兵装まで全部使え。生き残るぞ。本部、応答してください。こちら独立構成低下技術支援小隊ギャザーロード隊。私、これを出したのは連邦軍は私たちしか存在していない。撃つぞ。そこだ。当てる。ヘッダダブで撃破。新たな敵へ。なんだ、冗談だろ。大量大量。どこにこんな戦力が。電気撤退を。小隊長危ない。緊急ブレイカー作り実行。宇宙世紀 0079 オデッサ作戦のブレイクミッション放棄。誰、一体何が。それは後で。ブレイクアウト。発見。イレギュラーデータ発見。エラーでブレイクミッション。 SA ジェネガ